皆さんこんにちは、わたがしです。今回のテーマなんですけれども、3月に登場するパチンコ信頼情報ということでですね、3月は全部で15台ぐらいかな、ご紹介させていただくということで、動画がめちゃくちゃ長くなるようでしたら前編と後編に分けて、動画をね作りたいと思います。で、今回ご紹介する機種ですね、すべて横の方にまとめておきたいと思います。こちらです。はい、まあ C 時短がね最近多くなってきて、複雑なスペックも増えてきたわけなんですけれども、そういった部分も分かりやすく、初心者とかでもね分かるような解説をしたいと思いますので、ぜひすべてね、見ていただいて勉強していただければと思います。はい、それではですね、画面切り替えて説明したいと思うんですけど、こちらはですね毎度おなじみの DMM パチタウンさんとなります。概要欄の方にリンクを貼っておきたいと思いますので、文章で見たいよっていう方はそちらから飛んでいただければと思います。はい、じゃあ3月7日登場予定の台から見ていきたいと思います。1台目はですね、 P 新北斗無双第3章ジャギの逆襲ということでね、こちら見ていきたいと思います。大当たり確率がライトミドルで、右打ちが 2.86 分の1になっています。で、へそで大当たりした場合、199分の1を引いた場合は1回転だけもらえます。で、この1回転のうちに 2.86 分の1を引き戻すことができれば、右打ちオール1500発継続率 81% のラッシュに突入いたします。なので1回転で 2.86 分の1ということは、だいたい 35% でへそを突破することができて右打ちに入るっていう感じなんですけれども、注意点としましては、見事 35% を引いたとしてもですよ、 19% の1500発通常を引いてしまったらそのままラッシュ終わってしまうっていう感じになりますので、結構ね突破率それも含めると辛くなってしまうんじゃないかなと思います。ただこの台はね、皆さんもご存知だと思うんですけど、時速が7万2000発ということで、あの時短ね、右打ちに入ったら255回転もらえるんですけれども、おそらくもう1500発ですぐ当たって1500発もずっとループしていくっていう形になりますので、終わるのも一瞬だと思うし、出るのも一瞬っていう感じになりますので、そこら辺ね、打つ方は十分にね、注意していただければと思います。で、昇級数もね、一玉ですので、はい、ここら辺も、お店の扱い方次第では結構変わってくるんじゃないかなと思います。 U タイムはついていないのでね、そこら辺も、注意してください。一応ね、チョンボリスタさんの、サイトで、ちょっと引用させていただくんですけれども、へその振り分けはこんな感じに、なっていますのでね、 81% を引き続ける限りは右打ちずっと継続していきますよ。時短255回転もらえますので、次回濃厚ですよっていう感じになりますので、はい、覚えておいてください。はい、それではですね、じゃあ次の機種に行きたいと思います。次はですね、 P ストライクウィッチーズ2ということで、こちら229分の1なんですけれども、見ていきたいと思います。で、この台は山陽さんで登場いたしますね。大工の源さん、超伊達店と同じ筐体でございます。で、大当たり確率が229分の1、右打ちが 6.5 分の1なんですけれども、へそで大当たりした場合は1回転プラス残保留の4回転計5回転で 6.5 分の1をね引くことができれば、見事ラッシュに突入するっていう形になります。で、右打ちに入れば10回転プラス残保留4回転計14回転なんですけれども、最初の10回転が即当たりゾーンとなりますので、消化スピードめちゃくちゃ速いと思います。そしてその10回転の即当たりゾーンで当たった場合っていうのは、図柄が表示された時点で、大当たり図柄が表示された時点でアタッカーが解放されるみたいですので、もうずっと右打ちで打ちっぱなしでも問題ないかなっていうね、そういった台になっております。ただそのプロとか上手い人と差をつける台とかにはなりがたいかなっていう感じがしますので、あくまでも楽しむ目的で、そこまでスペックもいい感じではないので、うん、まあ導入台数とかも少ないと思うんですけれども、そういった感じで捉えていただければ OK かなと思います。で、右打ちの継続率が 90% っていうことになっていますので、まあ比較的レンチャンは楽しめる方かなと思います。で、へその 4% ね引くことができれば次回濃厚ですよっていう感じになりますね。はい、それ以外はシンプルな、ゲーム性になっていますので、興味がある方はぜひ、打ってみてください。はい、じゃあ次行きたいと思います。
次はですねパチンコ筋肉マン3ですね、カジバゴールドということでこちら見ていきましょう。ですいません、こちらもですねあの DMM パチタウンさんでは全然情報が、載っていないということでチョンボリスタさん引用させていただくんですけれども、その前にこの台のどこが美味しいのかっていうところから説明したいと思うんですけど、 U タイムが搭載されています。でミドルスペックなんですけれども、 U タイムが799回転通常時回せば発動して時短100回転もらえますので次回濃厚になります。なのであの三世 R&D さんからもね巨人の星が出ていたかなと思うんですけど、あれと同じぐらい U タイムが浅くてめちゃくちゃ U タイムが狙い目となりますので、まあ、何台ねホールに導入されるかわからないですけれども、積極的に U タイムを狙っていいんじゃないかなと思います。ただしへその昇級数が一玉となりますし、おそらくホール側も釘をめちゃくちゃ締めてくると思いますので、そこら辺は、十分にね注意してください。でこの台は C 時短が搭載されています。まあ、C 時短という名のチャンスゾーンみたいな、ものがね、搭載されているんですけど、ちょっとチョンボリスタさんのねサイト引用させていただきます。はい、振り分けを見るとこんな感じになっているんですね。 60% でへそね、へそで大当たりしたときは 60% でラッシュ突入、 20% でチャンスゾーン29回で 20% は通常へって書いてあるんですけど、このチャンスゾーン29回、まあ、肉って意味なんですけれども、これどういうことって感じだと思うんですが、このチャンスゾーン29回転のうちに319分の1ですね引くことができればラッシュ突入率が 80% に上がります。そう、通常であれば 60% でしかラッシュ突入しないんだけれども、この29回転だけ特別にですね 80% の割合でラッシュ突入しますよ、 20% で通常ですよっていうね、振り分けに変動いたします。でこちら、右打ち中なんですけれども 92.5% でラッシュが継続するっていう形で1分の1っていう感じなんで、もう大当たりがどん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 出てくるっていうね、そういった感じになります。でラッシュが終わった後っていうのは必ず、チャンスゾーンに飛びますと。ただ10回転がね割合多いですし、10回転で319分の1引けっていうのは結構無理な話かなと思いますので、あんまりまあ気にせずに通常だと思っていただければいいと思いますが、まあ、やめ時にはね、十分注意してください。終わった後もまあ30回転ぐらい追っていただければ一番まあ無難かなっていう形ですかね。はい、でそのチャンスゾーン中なんですけれどもね、今ほど言った通り 80% でラッシュ突入しますよっていう感じになります。はい、じゃあね画面を戻したいと思います。じゃあ次はですねちょっとこちら行きたいところなんですけれども、先に、パチンコ筋肉マンの今ほど説明したやつのライトミドル229分の1の説明をしたいと思います。でちょっと動画長くなってしまいますのでここで説明するんですけれども、ミドルスペックって継続率が 92.5% のラッシュだったと思うんですけれども、この台はですね継続率が 80% になってますけれども、出玉がミドルスペックよりも多いです。そして割合も多いです。なので出玉に特化して継続率下げたのがライトミドルで、大工の源さんみたいに継続率が高くて楽しめる、出玉は少ないんだけれども楽しめる台がミドルスペックとなっていますので、まあ、どっちがホールに導入されるかわからないですけれども、おそらくミドルスペックの方が多いと思いますので、今回ミドルスペックご紹介させていただきました。はい、じゃあ次ですね、新鬼武者ダウンオブドリームズのアマデジということで、こちらねあのアマデジランキングの動画でもご紹介させていただいたんで、ある程度、スペック理解していただけるかなと思うんですけど、この台はちょっと変わったアマデジになっていまして、継続率 90% のラッシュなんだけれども、その継続率 90% のラッシュをストックできるかもねっていう、そういった、ゾーンがあります。 90% を2回引かない限り転落しないみたいなところがありますので、そこを重点的に、解説したいと思います。まずこの台ですね、アマデジですけれども U タイムが搭載されておりません。で通常時へそで大当たりした場合は50回転の時短がもらえます。でこの50回転のうちに99分の1を引くことができれば見事右打ちラッシュに突入することができます。でへその大当たり出玉はですねこちら300発と、まあ、かなり少ないですよね。はい、なんですけれども電柱に入るともっと少なくなってしまいます。200発しかもらえません。 3% で1000発はあるんですけれども、こちらを引くとですねえげつないことになるんですよ。そう、ほとんどはこの継続率 90% の
200発がずっとループしていくっていう形になるんですけれども、この 3% を引いた場合っていうのはこちらに突入します。わかりますでしょうか。 ST50 回転プラス時短9950回転なので次回濃厚となります。じゃあここに入ったら閉店までラッシュ終わらないんじゃないのってことだと思うんですけれども、ちょっと仕様がね複雑なんですけど、この ST50 回転のうちにこちら大当たり引くことができればこちらのモードが継続します。で ST50 回転で当てることができずに時短9950回転のうちに大当たりしましたってなったら、残念ながらねこちらに転落してしまうわけなんですよ。なので ST50 回転で当て続ける限りは継続率 90% のラッシュを1個ストックしている状態となりますので、継続率 90% 2個ある状態だからバカ強いわけなんですよね。そういった感じのゲーム性になっています。なのでまあ200発しかもらえないですけれども、まあかなり強いですね。それがずっとループしていくっていう形になりますので、まあ、結構期待できるんじゃないかなと思います。はい。でゲーム性に関してはあのミドルスペックの鬼武者と全く演出自体もね同じだと思いますので、右打ちがちょっと異なった仕様になっているんじゃないかなと思います。はい。じゃあ画面戻して次の機種に行きたいと思います。次はですね C の衝撃、まあ、C 時弾ってことですね、弾球目視録開示5の電撃チャージカズヤバージョンということで、こちらミドルスペックも出てると思うんですけど、その半分ですね 159.8/1 になっています。でこの台は本当うまくね C 時弾を利用した機種になっていまして、結構複雑な、スペックになってるんですけれども、大当たり一度引いて即やめはしない方がいい機種となりますので覚えておいてください。はい。じゃあ何から説明しようかなと思うんですけど、機種概要見ましょうか。C 時短によってラッシュ突入率が飛躍的にアップする状態を生み出すっていう感じになります。そう、まず、へそで大当たりした時っていうのは 51.5% でラッシュ直行しますが、こちら見ましょうか。38.5% は天国チャレンジ20回転というものに突入します。でこの 10% を引いた場合は残念ながら何も恩恵が、ないんですけれども、この 38.5% を引いた場合はねこちらがついてきますと。でこの天国チャレンジって何なのかっていうと、当たりを2つ抽選しているんですね。159/1の通常の確率の抽選と C 時短の 38.5/1 の確率の抽選をしているわけなので、これ20回転しかないんですけれども、なんと引き戻し率が 47% あるっていうね、そういった形になります。まあ下の方を見ればわかるかなと思うんですけど、はい、天国チャレンジ中に大当たりした場合はもうラッシュに入ってしまいます。はい。まあ、これ引かなければっていう感じなんでほとんど突破できると思うんですけれども、なのでこの天国チャレンジ中はラッシュ確率が大幅上昇しているよっていうね、そういった流れになります。で電柱の振り分けなんですけれども、まあ、こっちに突入したらもうシンプルな感じですよね。この 23.7% 2ラウンドを引かない限りはずっと続いていくっていう形になりまして、で最後1回転だけあの残保留があるわけなので、利根川でしたっけね、土下座をしたら、行幸って言ってまた大当たりで復活するっていう形になりますので、これだけ見るとラッシュの継続率 76.3% しかないんですけれども、その1回転残保留1回転を含めるとトータルの継続率が 81% になるというね、そういったゲーム性になっております。で U タイムは搭載されていませんので、ね、ここは注意してください。なので1回大当たりして、まあ、10% を引いていない限りは継続して20回転だけ追った方がお得かなと思いますのでね、はい、即やめ現金ですよっていうね、そういった台になっております。はい。ではね次の機種に行きたいと思います。次はですね P ナムココレクション2ということで、まあ、アマデジもね一緒に登場すると思うんですけど、今回はライトミドルだけ、ご紹介させていただこうかなと思います。でこの台は、まあ、若干変わったスペックではあるんだけれども覚えやすい感じになっていまして、おそらく導入台数が少ないと思いますので簡単に説明させていただきます。まずへそで大当たりした場合、159/1を引いた場合は、1回転プラス残保留4回転計5回転がついていきます。でその5回転で 7.7/1 を引くことができたらラッシュに突入するっていうね、至ってシンプルなゲーム性になっていますと。で昇級数はへそ3玉ありますので安心型ですね。で U タイムも搭載されております。でへその振り分けなんですけれどもこんな感じです。はい。
まあ、ほとんどはねこの4ラウンド400発の時短1回転の方に突入しますので、こちらはまああまり引けないかなといった形です。で、電柱の振り分けがこんな感じ、ちょっと見づらいですね。はい、これで、分かりますでしょうか。で、見ていただければ分かると思うんですけど、こちらのね 30% を引くことができれば、次回濃厚となります。あるいはですね、こちら時短6回転ありますよね。で、残保留4回転だと思うんですけど、残保留の4回転で引き戻すことができれば必ず時短が200回転もらえるっていう感じになりますので、残保留で引き戻す、もしくはこちらの 30% を引くことができればどのみち次回濃厚となりまして、振り分けがこちらに変わります。はい、まあ、別に10ラウンド比率は変わらないんですけれども、こちらがちょっと変わっているっていう感じになりますので、まあ、若干複雑なスペックかもしれないけれども、普通に遊戯できると思いますので、まあ、初心者の方でも安心して打っていただければなと思います。で、U タイムなんですけれども、通常時599回転消化すると発動いたしまして、直行で先ほど言いました時短200回転に突入しますので、次回濃厚ですよっていうねところにぶち込むことができます。はい、という感じで、ほとんど導入されないと思いますので、見かけたらお試し程度にね打ってみてもいいかもしれません。はい、そしたらですね、次ちょっとこれ娯楽なので飛ばさせていただきます。導入台数めちゃくちゃ少ないと思いますんで、でこちらもちょっと飛ばしていいですかね。こちらにアマデジがありますので、野生の王国のドラムサファリのアマデジの方ね、ご紹介させていただこうかなと思います。はい、こちらはシンプルなゲーム性になっていますので、まあ、誰でも親しみやすいんじゃないかなと思います。大当たり確率がアマデジで、右打ちが25分の1ぐらいとなっていますと。で、あまり説明するところがないんですけれども、じゃあへその振り分けもいっちゃいましょうか。はい、こんな感じになっています。ST20 回転プラス時短50回転もしくは時短が70回転スタートとなりますので、どのみち70回転はもらえるわけなんですね。で、 ST か時短かどうかっていうのはおそらく告知とか何も表示とかないと思いますので、とりあえず70回転のうちに当てましょうねっていうね、そういった感じになります。まあ、時短であれば、50% ぐらいですかね、引き戻すことができるんですけれども、 ST プラス時短であれば 75% で突破できるっていう感じになりますので、右打ちのね継続率もおのずと、おのずとって言ったらおかしいか、75% 継続となります。ただ10ラウンドの比率が少ないですし、3ラウンド250発っていう出玉が少ない比率も 30% ありますので、まあ出玉的にもしょぼいし、継続率もそこまで高くないので、そこまでおすすめできるスペックではないっていう形になりますかね。ただ、まあ、U タイムが搭載されています。通常時299回転消化すると発動いたしますので、この U タイム狙いだったりとかっていうのは、まあ、比較的やりやすいかなと思います。というのも、通常時、時短がね70回転ついてくるならば、残り230回転ぐらいでね、U タイムが発動しますので、まあ、拾いやすい方なんじゃないかなって思いますけどね。はい、じゃあそんな感じでちょっと短めの説明なんですけれども、以上となります。もうだいぶね動画が長くなってきてるんで、もしかしたらもう後半パートに行っているかもしれないんですけれども、あと、2機種違う、あと5機種もありますね。はい、説明したいと思います。3月22日導入予定の台ですね、パチンコ戦国コレクションブラックということで見ていきましょう。この台はですね、ライトミドルで同じね戦国コレクションが出てると思うんですけど、それの、まあ、ブラックということで出玉に特化した台ですよと。右打ちは1500発か3000発しかないですよっていう感じになります。まあ、正確に言うと3000発ってわけじゃなくて、1500発と次回濃厚っていうものがありますので、まあ3000発と言わせていただきました。まあね、かなり尖ったスペックになってますけれども、案外突破しやすいっていうね、ちょっとなんか微妙な中途半端な感じになっているっていうところですかね。この機種が好きな方はぜひ打ってみてください。はい、じゃあね、見ていきたいと思うんですけど、この台ね、通常で199分の1で大当たりした場合は ST が40回転もらえます。こちら見ていただいた方が分かりやすいですね。300発と ST40 回転もらえます。で、この ST40 回転のうちに 82.4 分の1を引くことができれば、見事ラッシュ突入プラス1500発がもらえるっていうね、そこからがスタートになります。で、へそで最初から 5% 引くことができれば次回濃厚ですね。で、プラス1500発が、もらえるっていうことなので、まあ強いですよね。
で電柱の振り分けはこんな感じになります。はい、1500発が 93% で、1500発と次回濃厚が 7% っていうことなので、もう右に入っちゃえばずっと1500発がループしていくって形になります。で ST40 回転プラス時短が150回転となりますので、これは前作の戦国コレクションのブラックじゃない方とね、全く同じ感じですかね。はい、で戦コレの、ブラックじゃない方っていうね、 U タイムが搭載されていたかなと思うんですけど、それもねもう完璧に排除されて、もう真っ黒な、状態になっておりますと。で ST40 回転で82分の1を引ける確率は 38.6% ですよと。なのでラッシュに突入できる確率っていうのは、そのへその 5% も含めてだいたい 41%2% ぐらいだと、捉えていただければ OK ですね。はい、でトータルの右打ちの継続率が 71.7% と、まあ、そこまで高くないんですけれども、ライトミドルで1500発もしくは3000発が獲得できるっていうね感じになりますので、まあね、ワンチャン打ってみるのもいいのかなと思うんですけど、私はそこまでおすすめしないね、台となります。はい、じゃあ次に行きたいと思います。次はですね、 P どないやねんということで見ていきましょう。ちょっとね、喋り疲れてきた頃なんですけれども、この台は変わったスペックになっていまして、今までにないね、そのなんていうんだろう、演出スキップ機能というものが搭載されています。演出が始まって当たるかな当たらないかなっていう演出が起きた時に、右のポケットに弾をね入れるとですね、演出をスキップすることができます。ただスキップされない場合っていうのは、皆さんも分かっていただけると思うんですけれども、大当たり濃厚となります。でむしろこの台っていうのはもう SP ですね、もう発展した時点で演出の信頼度がめちゃくちゃ高い台となりますので、まあスキップせずともね楽しめるとは思うんですけれども、そういった新しいね斬新なスペックになっていますと。で大当たり確率がへそ電柱共通で 39.9 分の1なので、まあ40分の1と、なっております。まあ比較的遊びやすいスペックになっていまして、右の継続率が 83.5% になってるんですけど、この返り咲きモードっていうね、まあ、C 時短となると思うんですけれども、この返り咲きモードというものを合わせればトータルの継続率が 90% になるということでですね、アマデジなんだけれども、出玉にもね期待できるかもねっていう、そういった台になっております。でへその振り分けなんですけれども、すいません今ほどアマデジって言ったばっかりなんですけれども、 90% は電サポなしで終わってしまいます。で残りの 10% 引くことができれば見事にね右打ちに突入することができるというね、そういったスペックになっております。で電柱の振り分けがこちらです。はい、83.5% を引けば、次回濃厚で、この紫の方を引いてしまった場合は残念ながら電サポ20回転になってしまいますよっていうね、感じになるんですけれども、この20回転っていうのは右打ちではなくて左打ちに戻されてしまうということで、そこもね注意してください。でこの20回転のうちにですね 39.9 分の1を引くことができれば見事に引き戻ししまして、またねこちらのラッシュに突入するという形になります。で返り咲きモードの引き戻し率なんですけれども 39.8% となりますので、まあちょっとね難しいところかなとは思いますが、まあ、引きの強い方だったらね無限にループさせることができますので、ぜひ、打ってみてください。はい、じゃあそんな感じで次の機種に行きたいと思いますが、ちょっとね声が枯れてきた感じなので、急ぎたいと思います。デジハネ笑うセールスマン最後の中国ということで見ていきましょう。はい、でこの台は、まあ、めちゃくちゃマイルドですね。あのアマデジで長く楽しみたいっていう方はこの台打つのはめちゃくちゃありだと私は思います。はい、じゃあ見ていきたいと思うんですけれども、この台は 77.7 分の1になっていまして、右打ち中が50分の1となっております。はい、で各辺突入率が安心の 100% になっていますという感じで、これはあのライトミドルとね全く同じですよね。で機種概要を軽く見ていきたいと思うんですけど、この台は各辺と転落もあります。でどちらも50分の1で、抽選しております。で40回転までは必ず電サポがつく形になっていまして、41回転以降は転落していなければ、その大当たりするまでね、転落か、まあ、大当たりするかっていうのが、続くと、電サポが続くという形になっています。でトータルの継続率が 62% ありまして、10ラウンドの出玉が880個あります。
ということですね。で、低確率を200回転消化すると時短が295回転、ついてくるということで、もしこの台1回転で転落してしまって残りの39回転が時短だった場合ですよね、それも U タイムに引き継がれますので、実際の U タイムの回転数までどれぐらいあるのかっていうのがちょっと分かりづらいような、そういったねスペックになっていますので、 U タイムも、まあ、拾いやすい方なんじゃないかなって思います。はい、じゃあへその振り分けを見ていきますけれども、こんな感じですね。はい、で電柱の振り分けは、こんな感じです。 35% を引けば880個10ラウンド各辺ということで、まあ、出玉もね結構大きいですし、確率も浅いし U タイムも浅いということで、まあ、かなりマイルドかつ出玉にもね期待できるんじゃないかなということで、私はアマデジの中だったら結構いい方の部類に入るかなと思っております。じゃあゲームフローを見ていきたいと思うんですけど、まあ今ほど説明したので割愛させていただこうかなと思います。まあ興味がある方はですね、ぜひ打ってみてください。はい、じゃあ残り2機種ですけれども、いきたいと思います。3月導入予定ということで、いつにね入るかわからないんですけれども、P ハイスクール DD シンクということで、こちら、ライトミドル見ていきたいと思います。はい、でこの台もちょっと変わったスペックになってるんですけれども、まあ普通のライトミドルだと思って打っていただいても構わないんですけど、C 時短が搭載されております。199分の1の普通の大当たりと、あと80何分の1の C 時短があります。でこの C 時短を引いた場合っていうのは、当たりが来るっていうわけじゃなくて、チャンスゾーンに突入いたします。でそのチャンスゾーンに当選した場合どうなるのかっていうと、そのチャンスゾーン中にこの199分の1の大当たりを引いた場合っていうのは、ラッシュに直行します。ラッシュが確定します。はい、通常でその199分の1を大当たりした場合っていうのは、4回転プラス残保留4回転計8回転で 14.63 分の1をね、引かなければならないというゲーム性になっていますので、引き戻し率っていうのはだいたい 40% から 50% 未満だと思うんですけれども、そう、それなくしてチャンスゾーン中にねこちらの大当たりを引くことができればラッシュに直行するっていう形になりますので、はい、結構ね斬新なスペックになっております。でパチタウンさんだとこれ以上の情報が載っていないということで、すいません、チョンボリッサさんのサイトを引用させていただこうかなと思います。はい、まずですね、チャンスゾーン込みのラッシュ突入率が 56% ですよと。でラッシュの継続率がライトミドルなのに 91% もありますよっていうね、感じになりまして、へその小球数電柱は共通で一玉と、なっております。はい、で振り分けはこんな感じになりますね。この通常時っていうのは、そのチャンスゾーンに当選していない時に当たった場合っていうのは、先ほども言った通り8回転もらえますと。で超絶領域っていうね、チャンスゾーンに突入した状態で199分の1を引くと、時短が30回転プラス残保留4回転なので、もうこの時点でラッシュに入ったと同じような、時短回数がもらえますと。でラッシュに入った場合の振り分けはこのような形になります。まあ、うまくね9ラウンドと6ラウンドを混ぜて 25% 引きつつ出玉を伸ばしていくっていうね形になりますので、はい、興味がある方とかはねぜひ打ってみてください。まあ、出玉的にそこまで多くないので、連チャンしてもね、あんまり稼げないかもしれないけれども、まあ、この、超絶領域というものをね、体感してみたいという方はぜひ、打ってみるのもいいんじゃないかなと思います。でその超絶領域の確率ね、先ほど80何分の1って言いましたけれども 85.7 分の1と、なっておりまして、チャンスゾーンの振り分けはこのような形になっておりますと。はい、まあ、半分が、チャンスゾーン20回転ですね。で残りが、30回転か50回転という形になります。はい、じゃあねハイスクール DD は以上となりますので、最後の機種に行きたいと思います。最後はですね、とある魔術のインデックスのライトプレミアムバージョンですね、129分の1バージョンを見ていきたいと思います。でこの台を一言で表すとするならば、まあマイルド、まあ、超絶マイルドって言った方がいいのかなと思うんですけど、かなり安定したアマデジになっております。U タイムが搭載されていますし、確変突入率が 100% ですし、へその小球数が3玉ありますし、振り分けも 50% が、1000発獲得できるということで、まあ、かなり安定した、ね、スペックになっていますので、まあ、アマデジで立ち回っている方とかは今後この機種が、立ち回りの一つになっていくんじゃないかなって、ね、思いますね。
はい、じゃあ見ていきたいと思うんですけど、早速へその振り分けから見ていきます。はい、この台は角エンドチュニーズが 100% ありますと、 ST30 回転プラス時短が70回転ですね。で、 ST30 回転は即当たりゾーンになっているみたいで、この時短70回転の方は今までのとある魔術のインデックスみたいにバトルして、勝って当たりを目指すっていうね、タイプになっていますと。で、 ST30 回転で 49.2 分の1なので 50% ぐらいですね、こちら突破できるという感じになりますと。はい、で、電柱の振り分けはこんな感じです。はい、本当にねマイルドですよね。 50% が1000発 50% が300発ということで、まあ、こっちに偏れば地獄、こっちに偏れば天国っていう感じですよね。はい、で、ゲームフローなんですけれども、通常時369回転消化すると U タイムが発動いたします。ただこの台っていうのは時短が70回転ついてきますので、実質 U タイムまでは、通常時300回転回すと発動するっていう感じになりますので、そこはね回転数とか間違えないように注意してください。で、右打ちの継続率は 70% と、まあそこまで高くはないんですけれども、まあ、1000発ね獲得できる10ラウンドが 50% もありますので、まあ、これぐらいが妥当かなといったところですかね。はい、という感じで、全ての台の説明をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今回紹介した中で私が気になったものっていうのは、まあ、筋肉マン3のカジバゴールドですね。こちらはスペック云々とかいうよりかは、まあ、U タイムが799回転消化で発動するっていうところなので、まあ、台数が多く導入されれば U タイムを狙いやすいんじゃないかなということで、立ち回りの一つに加えていい機種かなと思います。あとは、まあ、邪気の逆襲ですよね。どれぐらいの時速、どれぐらいのスピード感があるのかっていうのは、まあ、一度はね体感してみたいなっていうところはありますし、あと、鬼武者のアマデジですね、うん、こちらも、90% の継続率をストックすることができるということで、どれぐらいの出玉感でどれぐらいのスピード感で続いていくのかっていうところが、まあ、見ものになっていくんじゃないかなって思います。まあ、いろいろな機種ねご紹介させていただきましたが、3月の新台の中で超おすすめだよっていうものは、まあ1台もなかったかなっていう感じがしますので、今ほど言った3機種に、狙い目をつけて、ちょっと今後立ち回ってみるっていうのはいいんじゃないかなと思います。まあ、あととある魔術のインデックスのねアマデジも結構、スペックはいいと思いますので、まあ、U タイム狙いだったりとか釘が良ければ、まあ、分回しとかも全然ありっちゃありかなと思いますので、そこら辺も立ち回りの視野に入れて、今後立ち回ってみてください。というわけで今回は終わりにしたいと思います。今回のこの動画参考になったなとか面白かったなと思っていただけたら、グッドボタンとあと YouTube のチャンネル登録ね、まだしてくれていない方は YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。で、私 LINE アットやってるんですけれども、パチンコで勝っていきたい方とかね、安定した収益を築いていきたい方とか、最新情報を知りたいという方は、こちらの LINE からですね登録をしていただければ、私が返信しますのでよろしくお願いします。で、この機会に投資を始めてみたいと、投資でがっつり稼いでいきたいと考えている方はこちらの LINE から連絡をいただけましたら、投資のね返信をさせていただきますのでよろしくお願いします。それでは今回は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。